それはほんのちょっとした違和感から始まった。劇団生き埋めの人気舞台を黒沢清が映像化。映画散歩する侵略者から生まれたもう一つの物語。右手どうしたの？世界が終わるって。私達夫と二人でいい。今日から君は僕のガイドだ。俺が選んだ相手からしか奪わないって約束したのに。すごいよ君は。宇宙人が地球に来たとする。目的は侵略。人間を動かしている根本にあるものが概念だということに気づいた。なるほど、これがプライドか。我々って誰のことです？予兆、散歩する侵略者。